できれば雪が降ってるシーンを入れたいけど。あ、アナヤちゃん、どうしたの？練習始まっちゃうよ。うん、今着替えて屋上に行くつもりだったんだけど、ちょっと考え事をしちゃって。もしかして次に作る MV のこと？今度みんなでアイディアを持ち寄るって話してたもんね。そうなの、せっかく雪景色をイメージした曲だから、MV にも雪が降ってるシーンを入れたいなって思ったんだけど、雪が降る中での撮影ってどうしたらいいのかなって考えちゃって。あ、そうだ、スキー場にみんなで行って撮るなんてどうかな。私もそう思って近くのスキー場を調べてみたんだけど、今年は雪が少なくてまだどこも雪が積もってないみたいなの。それに最近みんな忙しそうだし、あんまり遠くに行くのも大変かなって思って。そっか、残念。いい考えだと思ったんだけどな。ありがとう。今回もマキちゃんがとっても素敵な曲を作ってくれたから、 MV もいいものにしたいよね。うんうん、それに撮影の後にはお楽しみも待ってるし、いつも以上に気合が入っちゃうよね。お楽しみ？花よちゃん、忘れちゃったの？ MV が完成したら、みんなでクリスマスパーティーしようって約束したでしょ？もちろん覚えてるけど、ちょっと MV のことで頭がいっぱいになっちゃってて。ダメダメ、せっかく楽しい MV を撮ろうとしてるんだから、楽しく考えた方が絶対いいよ。そうだ、花よちゃん、よかったら練習の後に一緒に考えてみない？きっといいアイディアが浮かぶと思うんだ。ほのかちゃん、いいの？ありがとう。本当は一人だとちょっと心細かったの。もちろん、そうと決まったらまずは練習だね。ほらほら、早く着替えて屋上に行こう。はぁ、何度も動きのチェックをしながら練習したから結構疲れちゃったね。休みなく続けたのに、まだまだ元気いっぱいって感じだもん。そんなことないよ。久しぶりにみんな揃って練習するのが楽しくて、つい夢中になっちゃった。とはいえたくさん動いたからちょっとだけお腹が空いてきちゃったかな。この後の話し合いは何か食べながらでもいい？うん、そっちの方が嬉しい。でもあんまりお腹いっぱいになると眠くなっちゃいそうだから、軽いものの方がいいな。じゃあちょうどいいかも。この前見つけたお店に花よちゃんと行きたいなって思ってたんだ。ほら、あそこ。え、あの角って確か前は違うお店だったよね。いつの間に新しくなったんだろう。全然気がつかなかったよ。どう？お米好きの花よちゃんなら見逃せない。おにぎりの専門店だよ。食べ歩きもできるし、いろんな具材もあるから。うわ、早く行こう、ほのかちゃん。なんだか私すっごくお腹が空いてきちゃったよ。うん、おいしい。やっぱり炊きたてご飯のおにぎりはどんな具でもぴったりだね。花よちゃん、さっき軽くって言ってたのに、そんなにいっぱい食べて大丈夫？うん、私にとってお米は別腹だから全然平気だよ。まあいっか。それにしてもここって夜になるとイルミネーションがとっても綺麗だよね。そうだね、こうやってベンチに座ってライトアップされた景色を見てると、まるで幻想的な世界に迷い込んじゃったみたい。光の粒が視界いっぱいに広がって不思議な感じだね。光の粒がいっぱい。どうしたの、花よちゃん？やっぱりおにぎり食べ過ぎちゃった？うん、そうじゃなくて、あの、ほのかちゃん、私のアイディア聞いてもらってもいい？え、なになに？何か思いついたの？うん、みんなが賛成してくれるかはわからないけど、ケーキも買えた
し、あとはまきちゃんの家に戻るだけだね。かなよちゃん、他に買い忘れてるものはない？うん、大丈夫だよ。りんちゃんたちも準備バッチリだって。よし、それじゃあ今夜の打ち上げパーティーと一足早いクリスマスパーティー、楽しく盛り上がっていこう。出来上がったばかりの MV を見ながらパーティーなんて最高だね。これもほのかちゃんが一緒に考えてくれたおかげだよ。あはは、私は何もしてないって。ただお腹が空いて、かなよちゃんと行きたかったお店に一緒に行っただけなんだから。でもほのかちゃんが私のアイディアにあの場で賛成してくれたから、みんなに自信を持って提案することができたんだもの。光の粒を雪に見立てるってすっごくいいって他のみんなにも言ってもらえたしね。本当にありがとう、ほのかちゃん。うんうん、どういたしまして。かなよちゃんのお役に立てて何よりだよ。あ、ほのかちゃん急に立ち止まってどうしたの？さっきの飴細工のお店？うん、あの飴細工、職人さんたちが作ってる間もフルーツの甘い香りがしてたでしょ。試食させてもらった飴も出来たてですごく美味しかったし、みんなにも食べさせてあげたい。ほのかちゃん、もうお菓子はいっぱい買っちゃったから、あの飴は見るだけだってさっき言ってたでしょ。かなよちゃん、やっぱりあの飴を買っちゃおう。クリスマス限定のお菓子を見逃すなんて絶対もったいないよ。確かに私も可愛いなって思ったけど、どうしようかな。買うか買わないかで迷うんだったら買った方がいいって。心配しないで、ほんのちょっとだけだからね、ね。もうしょうがないな、本当にちょっとだけだよ。よーし、決まり。それじゃあ花代ちゃん、みんなも待ってるし急ごう。